あゆみつ森人でございます。私たちはですね、今日演奏だけっていうチームないですね。我々だけでございますね。歌がないけれども演奏だけで、ブラジルのサンバボサノバだけではない名曲を、お届けしようと思っております。そして、編成には珍しいバイオリンとチェロというね、楽器が入っているので、我々は個人的にクラシカルエレガンスと呼んでおります。1曲目にお送りしました曲はブラジルのリズム、北東部のリズムでバイオンというリズムがあるんですけども、そのバイオンのリズムを使った、バロック風のメロディーで作曲されたバイオンバホコという曲をお送りいたしました。それでは2曲目にお送りするのはアントニオ・カルロス・ジョビン、ね、ボサノバのお父さんみたいな方ですけども、その人が作曲しましたファランドジャモン愛の語らいという曲をお送りいたします。Thank you.
今の曲はね、アレンジ書いてくれたのは長澤典人、ジンジンでございます。この美しいアレンジ大好きなんですけど、これ確か CD になってますよね。あ、そういえばなってないですよね。まあじゃないですよね。そうですね、ええ、持ってきてないんですか。あ、忘れました。すいません。説明だけでもしましょうか。そうですね、ええ、ナナマリというギターを弾き語る歌手がいて、まあ、僕のもともとはお弟子さんなんですけども、その人の、アルバムでアントニオ・カルロス・ジョビンコレクションっていう、ね、アントニオ・カルロス・ジョビンの曲ばかりを集めた、アルバムが、でそのアルバムのアレンジとプロデュースを僕が担当して、その時に、一番最初にアレンジした曲で、そのアルバムを、うん、こう、ま、なんつうんですか、降臨しちゃった感じですかね。あ、なるほど、うん、前輪じゃないんだ。前輪ではなくそんな感じで、アレンジしました。何しろ弦を入れたかったんですよ。あ、僕も弦楽器ですけど、バイオリンとかチェロとかも憧れるんですよ。憧れの2人が今日ね、いらっしゃるんで、まあ、ということで、まあそういうことは。で、さっき1曲目にお送りしたバイオンバホコもね、僕がちょっとアレンジしてみました。というわけで、まあ、さして盛り上がる楽しいですね。ね、でもそのアントニオ・カルロス・ジョビン、ね、のやつはちょっとこうちゃかちゃか検索してもらっていただくと。そうですね、アマゾンとかでも売ってますよね、きっとね。アマゾンとかでも売ってる。まあレコード屋で売ってないと思うんですけど、はい、アマゾン .com で、はい、お買い求めください。はい、じゃあ次の曲に行きましょうかね。いいと思う。はい、次の曲はね、バイオリンの五十嵐歩美が書きました、ね、これご本人から説明してもらった方がいいんじゃないですかね。バイオリンの五十嵐歩美です。アントニオ・カルロス・ジョビンの曲の後に私の曲をやるというちょっと、大それた感じなんですけど、ちなみに私、ジョビンと誕生日が一緒です。ちょっとブラジル音楽ファンとしては嬉しいので、はい、1月25日プレゼントを受け付けております。はい、次の曲なんですけど、ファンの声、ウォースジファンっていう、ファンはちなみに、日本語でもブラジルでもパンっていう発音、パン、ポンみたいな発音なんですけど、ファンなんですね。でそのファンを焼いてる、まあ、工程、こねたり、釜の中で膨らんだりして、最後パリッとふわっと焼けて、まあ、美味しいパンが焼けましたみたいな感じの曲を、ブラジルの古いショーロっていうボサノバよりもボサノバの、まあ、元になったって言いますか、ブラジルの元祖ポピュラーソング音楽の、形式を使って、パンの曲を書いてみました。ボースジパンって曲です。
それではどんどん次の曲に参りたいと思います。次の曲はですね、ブラジルでもともとリオデジャネイロというところで歯医者さんをやっていた、ギタリスト、歯医者と、ギタリストの二足のわらじを、ね、履いていた、最近は歯医者さんを辞めたという人です、ね、人です。なんか素晴らしい人ですよね。でギターもすごく上手で、素晴らしい綺麗な曲をいっぱい書く、銀河というギタリストなんですけども、ね、ちょっと洗濯機みたいなものですけども、そこで受けるという方はね、相当の年代の方だと思いますけど、銀河っていう人がね、見ました、まあ、なかなかあのちょっと独特の美的感覚を持ってる人で、すごく難解な曲もいっぱい、この曲もちょっと微妙なところ、美しい曲ではあるけど、っていう感じですよね。そうですね。ボレロジサタンっていう、サタンのボレロというね、これボレロというのも、もともとはどこのリズムだね、ボレロっていうのは。でもまとめて楽園、そうですよね、まあ、ブラジルっぽいボレロっていうのもあるんですけども、そのリズムに乗せて作ってみました。ボレロジサタン、お送りします。Thank you.
ブラジルの曲なんですけども、まあ、今やった曲もそうですけど、そんなにボサノバ、ボサノバしてる曲はあんまり我々はやってなくてですね、次はですね、ミナス・ジェライスという州、わかりますか？今日ここ集まってる方は結構ね、頷いてる方もいますけども、ちょっと内陸に入ったところの州で、そこ出身のシンガーソングライターで、世界的に有名なミルトン・ナシメントという人がいるんですけども、そういう素晴らしい人を輩出した地域なんですけども、そこの、まあ、ミルトンの曲を中心にですね、ちょっと皆さんの音楽を我々で表現したものを聴いていただこうと思います。3つの曲が続きますけど、フォンタジア・レイダという曲、これミルトン・ナシメントの曲です。それからフラビオ・ベントリーニというですが、シンガーソングライターが作りました「ナセンチ誕生」という曲、そしてもう一回ミルトン・ナシメントに戻りまして、ベラクルースという、この3曲を続けたものを聴いていただきます。よろしいでございますか？
ね、みなす名曲集をお送りしましたが、どうですかね、楽しんでいただいておりますでしょうか。ありがとうございます。楽しんでいただけたらですね、実は、今日はそれぞれのメンバーの CD などがあちらに売られているんですね。このメンバーでの CD っていうのはまだ出ていないので、はい、それぞれのソロ作品ですかね、はい、それをぜひ一人ずつ宣伝していただけたらいいんじゃないかと思うんですけど、はい、じゃあモニジも早速。あ、モニジ、もともとこの松モニカさんと僕の、ジンジンでモニジンというユニットが母体としてありまして、そのモニジンのアルバムが、3枚ほど出ております。赤いやつも。あ、そうですね。ありがとうございます。もう素晴らしい店員さんで、ありがとうございます。左から、ファーストアルバムモニジンナンバーワン、そして真ん中の白いのがモニジン2、そして3枚目は3ではなくてソーモスという、タイトルのアルバムでございます。最初の2枚はね、はい、デュオで完全に2人だけですね。2人でやっております、はい、メンバーのオリジナルとかも入っております。そして3枚目なんですけれども、ブラジル人のボーカリストでリカ・セカードさんという人がいるんですけども、その人が全面参加して、ボーカル入りのアルバムとなっております。これ価格はおいくらでした？これは全部2000万円で、あ、今日は安いですね。35年ローン組んでいただいて、はい、なんか本当にいただくと良いと思います。持ってらっしゃる方もいらっしゃる、ね、たくさんいらっしゃると思うんですが、そろそろ3減ってきた頃だと思うので、2枚目のご購入をご検討ください。はい、ということで、モニジンは、ね、以上なんですけれども、ですね、新井光子さん、ちょっと待ってください。今日はありがとうございます。モニジンさんほどおしゃべりは上手じゃないので、手短に宣伝をしろと言われたので頑張って私やっぱ、ジョビンをさんがやっぱすごく好きで、ピアノとチェロだけで、アントニオ・カルス・ジョビンさんの曲をやろうっていう、そういうことで雨の森というアルバムを作りまして、で3月の雨とか、まあ、いろんな、まあ、有名なものなんですけれど、それに、デュオでトライしたものがあります。雨のしとしと降るイメージで作ってみましたので、よろしかったらお買い求めください。はい、あともう一枚ありまして、チェロのこのボーっていう中低音がお好きな方にはいいかなと思うんですけど、チェロ2本でですね、しかも相手のチェロが、エレキチェロといいまして、エフェクターガンガン使ってボー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 鳴らすやつと、なぜか私がヒーヒーながらアコースティックのチェロで重ねたものなんですけれど、ちょっとまあ現代っぽいようなちょっとイメージのものですが、よろしかったらトライした作品なので、お願いいたします。以上です。はい、はいはい、私の、持ってきた、ミニアルバムを何年前かな、5、6年前に、作った、もっと前だったかもしれないんですけども、6曲入りで、4曲が私の、オリジナル曲です。で、もう一つが、ジョビンの、カバーをやってまして、でもう1曲は、ピアノの、永見喜多さんという方に作っていただいたアルバムなんですけども、その方の、曲が1曲入って、6曲入りで、1000円でございます。安い安い信じられない。はい、よかったら砦のお土産に。砦名物じゃないんですけど、はい、そうですね。で、その中から、実はなんかブラジル音楽私も大好きでやってるんですけども、特にそのこだわって絶対ブラジル音楽オンリーっていうわけではなくて、まあその時降ってきたような曲を書いたら全然ブラジル音楽ではなかったみたいな感じのものができることもありまして、で次の曲なんですけど、アルバムの一番最後の曲から、津軽という曲を、演奏したいと思います。この曲は本当に名前の通り、青森に、演奏旅行に行った時に
なんか降ってきて、ジャパンが降ってきまして、ですごいもう本当にザ日本人のアイデンティティの、あの感じの曲になりました。そうで、あの今日はそのまあ元々のそういうあの私のオリジナルの、ちょっとなんか多いお茶の宣伝に出てきそうなあの日本テイストなものから、ブラジルテイストに、ジンジューさんがアレンジをしてくださいまして、ちょっと寄せちゃいましたブラジル。はい、ありがとうございます。その津軽と、ブラジルのコラボ、マルシャマーチのことをマルシャって言うんですけども、ブラジルのマルシャのリズムで、津軽の演奏をしたいと思います。Thank you.
それでは早いもので最後の曲になりました。我々の、秘密も最後の曲は私のオリジナルでございます。サンバチームのダンサー、必ずあのチームの旗を持って踊る女性ダンサーがいるんですけども、そのダンサーをポルタバンデイラと言います。そのポルタバンデイラが踊っている様を曲にしました。そのタイトルもそのままポルタバンデイラをお送りします。この後も続きます。頑張ってやってください。お願いします。